イファクオーストラリアンシンギングコンペティションは、コロラトゥー・ラソプラノのオペラ歌手であり、オペラとクラシック音楽の優れた、声楽教師であったマリアンヌ・マスイ・フライの医師により、行われた遺蔵によるマリアンヌ・マスイ奨学金の有効利用から発展する形で、1982年に設立されたオーストラリアの声楽コンクールである。日本の新道系新宗教、 ワールドメイト競争のハンダ・ハルヒサが講演している。設立当初はオーストラリアン・シンギング・コンペティションという名であった。このコンクールは現在、金融面や就業機会の面で最も豊かな、様々な奨学金、賞、キャリアと人脈づくりの機会を受賞者に提供し、この種のコンクールの中で最も長い期間にわたって継続的に、 開催されているものの一つとして認識されている。1982年以来、このコンクールの最高賞は、マリアンヌマスイ奨学金とされており、このマリアンヌマスイ奨学金は、参加者と業界人の間で、ザマシーとして知られている。また、1998年以来行われている、このコンクールの決勝コンサートは、多くの著名な指揮者とオーストラリアの有数の、 オーケストラとの共演を特色として、オーストラリアの様々な主要都市で行われている。このコンクールは、これまでに、幾度か、オーストラリア総督の講演を受けており、最近では、2010年から2014年にかけて、第25代オーストラリア総督クエンティン・ブライスの講演を受けた。2013年の時点で、約3000人の歌手が参加し、 優秀者には1982年からの30年余りで総額280万ドルを超える奨学金が授与されている。対象者はオーストラリアもしくはニュージーランド国籍を持つもしくはいずれかの国に在住している26歳未満の若手声楽家であるプロ、アマは問わない。また、オーストラリアのオペラアワードの勝者はこのコンクールの決勝コンサートに ゲストアーティストとして出演することが認められている。1998年から、ハンダ・ハルヒサと世界芸術文化振興協会が名誉スポンサー及びサポーターとなっている。2000年には日本でこのコンクールが開催された。また、2010年から2012年にかけては世界芸術文化振興協会を通してハンダ賞も設けられ、 受賞者は日本で開催されたコンサートに招待され出演した。ありがとうございます。